それではテレビの革命を始めさせていただきます。代表テレビ東京の松本です。よろしくお願いします。まずは優勝おめでとうございます。おめでとうございます。率直に今のお気持ちいかがですか？とりあえずホッとしました。去年負けて7月のプレーオフでここで行ったんで、今年は絶対ここで決めようと思ってやったのでよかったです。今日の決勝戦の試合を振り返ってみて、ご自身の中でどう考えていますか？まだ自分で攻めたポイントがなかったので、そこがまず反省点かなと思います。その攻めきれなかった部分っていうのは、その試合中の中でどう立て直してたのか。相手に押されないようにしっかり自分の組み手をしたんですけど、相手もしっかり研究されてて、なかなかそこがうまくいかなかったです。それでも今日優勝したことによって、昨年の天皇杯優勝と合わせて世界選手権が見えてきたと思うんですけど、そこに関していかがですか？どうか、まだ世界で戦える、まあ、自分はレベルじゃないと思っているので、まだ3ヶ月、2ヶ月半ぐらい練習できる期間があるので、しっかり今回の反省もしっかりして、世界選手権では自分のレスリングをしてしっかり結果を残したいと思います。今年の世界選手権は、その先に東京オリンピックを見据えた戦いになると思うんですけども、そこの東京オリンピックに向けてというところに、一番いいのがメダル取って決めることなんですけど、そんな言ってる場合じゃないので、最低限こういう優勝して、12月で優勝して決めたいなと思います。ありがとうございます。代表以上になります。お客さんいかがでしょうか？重量級でのやはり目標というか、やはりこうかかる期待というところを背負ってと思うんですけれども、そのあたりどうですか？まあ、そこを深く考えると変なプレッシャーになっちゃうので、まあ、あまり考えないようにしています。ご自身としてはやはりその、まあ、今年の大会はオリンピックというものを据えている大会なので、どうしてもそういった意識も出てくるかと思うんですけれども、ご自身としてはそのオリンピックをどんなふうに捉えているのかということと、まあ、ここからどんなふうにオリンピックに向かっていきたいのかというのを教えてください。オリンピックは本当自分がレスリングを始めてからの目標なので、しかもちょうど東京であるということなので、しっかり出たいなと思います。でその出るために、まあ、これ満足じゃないですけど、満足しないでまた一つでも二つでも進化できるように練習していければ、その目標には達成できるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。その他、いかがでしょうか？なければ、テレビの囲み以上になります。